おはようございます、山沢です。大会までついに残り5日8月21日6時50分でございます。朝から体がしんどすぎる。もうね、体も限界を感じてるし、何より心が限界を感じてるんだけど、だけどみんな聞いて、もうトレーニングが今日と明日で最後 でついに明日から炭水化物が入れれるんですよ。もう4ヶ月と21日減量してきて、もうそのうちの4ヶ月間ぐらい僕ずっと米とか炭水化物一切食べてないから、もう明日食えるご飯がね超希望なの。もうめっちゃいい炊飯器と米買ったから明日のためにだし今日はね、まあどんなものを食べて痩せたかってのをね、朝朝食作るときに全部食事とか紹介しちゃうんで、とりあえずヒートと有酸素いってきます。大量の水と塩分でむくんではいるけど悪くないよ。見てこの胸のさ縦ラインと、こんなんなかったよ。もうこのヒートやるのもあとね2回で終わりですよ。毎年やってるけどもうこれ何回やってもきついね。ちょっともうこのテクノジムのバイクに愛着あるもんね。体むちゃんこだるいのに無理やりダッシュ始めるからね、その後の反動がやばいんですよ、だるさんのね。終わった、これだと1回だ。朝ごはん、これが僕が食べてる食材たちでございます。まずタンパク源のメインがスモークサーモン、マグロ中身、エビ、卵、卵白で、野菜が水溶性食物繊維、不溶性食物繊維で、ブロッコリー、キノコ。で、アボカドはね、脂質、良質なものを取るためで。で、オイルはまあ、もちろんメインは MCT でしょう。本はオリーブオイル。たまにアボカドオイルと、エゴマ油使って、味付けもちろん塩がメインで、物足りない時はね、このガラムマサラ、七味、ブラックペッパーとかね、使います。で、これらのね、食材を、1日取ったら2400キロカロリーになるように食べてるのね。で、PFC って呼ばれる内訳が、炭水化物が25、脂質が140、タンパク質が約250ね。まず、タンパク源はサーモン250、マグロ1日300、この冷凍のエビ250、卵5個、卵白が 200g ね。で、僕のケトジェニックって超独特で、基本タンパク源は超低脂質なものを取るのね。マグロ、エビ、卵白みたいな。そう、卵だけ完全栄養食でもう、ビタミン C と食物繊維が全ての栄養素入ってるから、タンパクを取りたいっていうよりもこれ脂質を取りたいんだよね。でサーモン DHA、EPA、アスタキサンチンとか良質な成分豊富なので、サーモンから脂質を取って、あとは基本この MCT オイルを1日 25g、 オリーブオイルも1日 25g、 どっちもね 5g を5回に分けてね、1食 10g かかってるんだけど、いつもなんで、アボカド 100g、 ブロッコリー1袋、ブナシメジ 100g っていうのがね、僕の1日のフル食でございます。塩分炊き、じゃじゃーん。おー。もうこれ12万ぐらいしたから超高級ですよ。で、私はもうさ、新潟県民ですからね。会社の所在地も新潟なんで。南魚沼産コシヒカリ。日本一うまいんじゃないこれが。いや、マジで明日楽しみなんだけど。この後スーパー行くんだけど、明日の食材買いにね。ただカーブアップ全部白米で行こうかなと思ったんだけど、山本先生に相談したら、白米、ジャスミン米、ジャガイモ、サツマイモをね、ミックスするようにって言われたんで、米は1食分ぐらいしか食えないかな。体しんど。プレミアムバーナーにもカルニチン入ってるんだけど、カルニチン足します。これは明日まで我慢するのが辛いよ。ジャガイモどっちがいいかな、じゃがいもとさつまいも。あ、これやばい、もう食べたすぎるだろ、これ辛いな、マジで。熱々のうちにさ、塩を 3g と七味、これ山沢流ただの七味と塩スープ。そう、今ナトリウムローディング中で1日 15g 塩分取るから、でも料理にさかけちゃうとしょっぱいでしょ。だし筋トレ中って汗で塩分失われちゃうのね。だからその前に塩分取っとくと熱中症対策とかね、脱水症状のリスクを防いでくれるんで、しょっぺ。今日はね、背中トレーニングだけだからちょっと気持ち楽なんだけど、もう高重量で追い込む時期じゃないから15レップか20レップで、しかもネガティブ超丁寧に効かせる感じ、3、4秒かけて。きついはきついんだけど、本当に王道の種目を4種目ぐらいで、まあトータル15から20ぐらい、みっちり短いインターバルで1時間かけてやってくってね。筋トレも今日やって、違うんだよね、みんな明日朝ね、全身サーキット70セットってのをやるのが最終山本式だから、今それなるべく考えないようにしてる。トレゴのご飯、ご飯が美味しすぎるよ。もう筋トレ終わるとさ、一日終わったっていう感じもあるんだけどさ、まだ3時半だから、こっ
から寝るまで、まあ12時とか1時まで寝れないから、今度は夜の過食衝動との戦いですよね。だしもう1日のカロリーが一緒だったら食べる時間帯って実際とも関係ないんですね。だから夜の食事を早くしすぎると過食しやすくなっちゃうから、結構最後の食事を、まあ、9時半ぐらいにするね。あとまあ人それぞれ違うけど、過食しやすいタイミングってあるじゃないですか。まあでも基本みんな夜だよね。朝起きてさ、切れ食いちゃうとかあんまないでしょ。夜にやらかすなーとかってね、分かってるんだったら夜の食事のボリューム多くしてあげたり、食事の時間ね遅くしてあげても全然痩せれますので。あのサムネイル作ろうと思ったんだけどね、だるすぎるから一回お風呂入るとその後20分ぐらいちょっとね血流のおかげで動けるから、もう反動がやばい。疲労もピークですよ。それももう終わるからね。水抜けるとバリバリでしょう。はい、それでは皆さん、今日はね8月21日の今5時半ぐらいなんだけど、いやほんと何回も言うのあれなんだけど、疲労はやばいですね。もうなんか体のエネルギーが全て枯渇してる感じもあるし、空腹感がやっぱねどんどん強くなってきてるから、ここから寝るまでね空腹との戦いなんだけど、でもそんなゴールが遠くて仕方なかったさ、減量も明日が最後なわけですよ。まあ実質減量食が今日最後で、明日がカーボアップなんで、僕は結構みんなにさリアルな心境を伝えたいから、なんか無理に元気を装うこともないっていうかさ、もちろん明るく喋ろうと思ってるけど、でこの動画もあって言ってる時間ってさ、まあ限られた時間だから、元気です頑張りますとかね、そういう風に演じてる人もたくさんいるだろうし、そういうこともできるんだけど、なんかそこはもう素直でいいかなっていうか、正直に自分の現状を伝えたいし、昔はねやっぱりどんなに辛くても辛いって言えなかったんですよ。やっぱりこう YouTube もさ、ルーキーの時代ってしんどいとか辛いとか言ってたらさ、甘えてんじゃないってやっぱ言われちゃうから、うん。だけど今ってね、みんなのおかげでこうよりね本音を話せるようになってきてるから、はい、もうほんとねしんどいです。でもどんなにしんどいこともね、こうやってちゃんとゴールが待っててね、しかもなんていうかな、その山をとりあえずさ頂上まで登って、まあそっからまだこの山を登った人たちとの戦いが残されてるんだけどね、そこで最後のステージに立って最高の結果がさ得られた時って、もう多分今日は人生で一番最高の一日だって思えるんですよね。だけど生きててさ、そんな風に感じれる日ってないじゃないですか。だからね、僕は8月26日を人生最高の一日にするつもりでいるし、それを皆さんにも見せたいし、きっとそれがねたくさんの人のモチベーションにもなるかなと信じてるんで、さあ残すところ大会まで5日最終調整で頑張りますので、引き続き応援よろしくお願いします。カウントダウンシリーズね、できる限り毎日出すから、また明日も動画見てね。また次の動画でお会いしましょう。またね。24時間通い放題でこの価格。ビットプレイス24。